うちちょっとママガセっていう母親がいるんですけど、はい、ガチ母親がいるんですけど、昨日の夜にイブアンって何って聞かれて、なんて答えるのが正解だったと思う？みんな教えて、むゆに。もう何も言えんかった。もうな、イブアンって何だと思う？みんな今イブアンってなんて説明したらいいのかな、イブアンのことを。むゆ、まあちょっとね、知らない方もいると思うね。ちょっとママガセがどうしてそこにたどり着いたかを説明するんですけど、まず YouTube 時代を全然見たことがない人間だったんです。ママガセ人間なんですけど、インターネットとか全然わかんなくて、で娘が VTuber になりますと、娘 VTuber やりますってなっても、はぁ、そんなのあるんだ、まあいいんじゃないぐらいの、なんかもう興味ねーって感じだったのね。なんだけど最近さ、やっぱムエが大会今日あるからとか、なんかそういう話をやっぱさ報告するわけじゃん、配信前に。一緒に住んでるから、配信前にこれ何々あるから今日はちょっと2回来ないでねみたいな話とかするわけじゃないですか。そういうことしてるとやっぱだんだんね、気になってくるみたいで、うん、で、だんだんこう YouTube 見出して、うん、でそれでなんかね、セラポンとか見始めてるんですけど、うちの親は。それはどうでもいいんですけど、でも一応そのうちの同期をやっぱ一番気になるみたいで、やっぱそれはね、娘のお友達気になるよね。娘のお友達気になるから一旦同期ね。でも別になんかその推しとかそういう感情は一切ないみたいな、なんかもう気になる、何してるのか気になるみたいな。でもセラフラズルガーデンの情熱大陸と博士太郎さんの情熱大陸を交互に見てるらしいんですけど、最近のね流行りらしいんだけど、本人の中で。でさ、そこからやっぱちょくちょくなんか、あ、この間スプラやってたねとか、なんかそういう、この間四季凪が一人でカレー食ってたねとか、そういう話をねしてくれるようになったんですよ。そんな見てんだっつって、よかったね、楽しめてねってなったら、これだよ。イブアンって何？イブアンって何？むゆ、イブアンって何？なんだろうね、なんて。むゆも知りたい、イブアンが何か。なんだろうね。そもそもネットを理解してないから、それをカップリングと理解してる。いや多分してないと思う。だからなんだろうあれって思ってんだよね。あれがなんかおかしいっていうことは分かってんだよ。正規の恋人同士ではないっていうことは多分理解してて、だから何か分からないんだと思うよだからこそなんだこれみたいな、ただラブラブしてるやつじゃないみたいなのは分かるんよ。そう、何かがおかしいっつってうん、なんか違うぞみたいな。だから娘に聞いたよな、イブアンって何って。ねえ、ムユは一応切り抜きとか見たって聞いたの。なんかプールの見たって言ってきたの。あ、プールの見たんだ。プール見たんだ。ああ、プールね。プール見たんだね。そっか、プール見ちゃった。そっかどうしたらいいかわかんないよ、むゆは。むゆどうしたらいいの、むゆどうしたらいいの、わかんないよ、もうわかんないよ、むずい、困った。むゆ今世紀最大に困っています。この件に関してすごく困っています。本当にどうしようね、正解わかんねえよな。だってわかんないよ、親にイブアンって何って聞かれるか来ると思わなかったよ。だってイブアンを説明する日が来ると思わなかったよ。
無知今日情緒大丈夫そう。いやダメではあります。せーの、おつんきゅらすらー、バイバーイ。じゃあ何が言ってんだよ。